札村線。札村線とは、国鉄バス、北海道旅客鉄道、JR、北海道バスの自動車路線である。札幌都市圏の路線のうち、札幌市西部、西区、手稲区及び、小樽市の路線で、主に、手稲営業所、小樽営業所が担当する。2006年4月1日に、各系統ごとに、名称設定が行われ、以後案内上は、 札ツソンエリアという故障で案内されている。本校では、札ツソン線の派生路線として、国鉄、JR バスが札幌とオタルを結び運行する、高速バス路線、牛尾ライナー、高速つばめ号、高速オタル号についても記述する。札ツソン線は、北海道では、初の省営、バス路線として1934年6月10日に開業した路線であり、 当初は、バス5台、東京ガス電機会社製の、千代田号と、トラック3台という規模で、苗本手宮の間を4往復したほか、札幌と途中のガルガは、手稲町自動車駅、後の手稲本町バス停で折り返す便が2往復という、ものであった。当時はすでに殺村間に着いたち、数十本旅客列車が走っており、省営バス開業の狙いは多分に、 民営バス牽制にあったものと考えられる。苗ボテミア間の所要時間は2時間12分と、列車より1時間近くかかる上に、運賃は1円30銭と、同区間の3等儀社賃の倍以上であり、当時は沿線人口が少なかったこととも相まって、開業当初は予想に比して利用者は多くなかった。1937年には、街道70年記念博覧会が開催され、 バス産量が増車された。さらに運賃を汽車賃並みに下げると、客足も伸び始めた。日中戦争が拡大化した1938年、自動車用ガソリンが配給制となり、第二次世界大戦勃発後の1941年になると、軍用車を除き、大半の車が、焚木、木炭、コークスなどを用いた代年車となった。道内の省営バスでは、 大半型機器を用いたが、これも、戦火の拡大で思うに任せぬようになり、鉄道平行路線であるということもあり、1944年4月20日に、運休を余儀なくされた。終戦後、1947年5月1日から、運行が再開され、1950年には11往復に増発された。この年には、 北海道中央バスとの相互乗り入れ路線となっている。その後も増強は続き、1956年には38往復に増発され、1960年には特急便の運行が開始されたほか、支線の開設なども行われ、札幌と小タルの都市圏における郊外輸送も担当するようになった。この時点で国鉄バス4原則の中では、 鉄道線の培養に相当する路線となっていた。また、札村線は、北海道の国鉄バスでは、最初に新型車両が投入される路線ともなっており、1952年に、代用燃料車両を置き換えるために、ガソリン車が投入されたのをはじめ、1954年には、ディーゼルバス、日の BD31、1959年には、 空気バネを装備した車両も登場した。また、ワンマン化についても、北海道の国鉄バスでは1967年に本路線で開始されたのが最初である。また、1962年には本路線の特急便車両に専用の塗装デザインが採用された。折しもこの年は、国鉄バスの原則に鉄道線の保管が加えられた年で、本路線は、 都市間連絡路線としての役割も担うことになった。1980年代の中頃まで札幌近郊の国鉄路線は長距離列車や貨物列車、1970年代までは石炭輸送列車が多かったを主体としたダイヤあったため地域間旅客輸送の需要を都市間バスで保管していたという経緯があり、鉄道線の保管という使命にも合致していた。 1971年には、薩村バイパス、現、薩村自動車道の開通に伴い、特急便をバイパス経由とすることでスピードアップを図った。特急便は1978年に一旦、運行休止となったが、国鉄分割民営化を控えた1986年11月に、薩村自動車道を経由する6往復の高速バス路線の運行を開始した。 1987年2月には旧往復に増便され、分割民営化直前の1987年3月5日からは、白地に大色、赤色の帯が入るという、前年に登場していた1 8 3系5 0 0番台と、同様の塗装デザインを施した新車、日の RU38BB に旧往復すべてを置き換え、サービス及びイメージの向上を図った。 民営化後も高速バスの増強は続き、1992年10月からは、札幌北インターチェンジ経由で、高速つばめ号を運行開始、同時に、これまでの丸山経由便は、牛尾ライナーという愛称となった。2001年に高速バスは、北海道中央バスと共同運行という形態となり、愛称も、高速オタル号に揃えられている。 一部に利用制限は残るものの、札村間高速バス共通カードの発行や、停留所の統一なにより、北大経由便と丸山経由の高速をたる号、高速よいち高速車庫単号、高速いわない号、高速にせこ号を合わせた、運行回数は120往復、一部時間帯を除き1時間あたり8本の高頻度走となり、利便性は格段に向上した。 一方、札幌都市圏輸送についても増強が続けられ、特に手稲駅にはエリア内の多数の路線が集中し、エリアの拠点となっている。1999年2月25日に札幌市営地下鉄東西線が宮の沢駅まで延伸され在には地下鉄のフィーダー輸送の需要が高まることに対応し、宮の沢駅を新たな拠点に加えて大幅な路線の 再編を行う一方で、快速便や区間便の設定を行うことで、バスの快適性をアピールする方をとった。2004年4月からは、北海道内の一般路線では、初の試みとして、55から1系統、平日朝に JR 札幌駅行き日本において、車両の中に、方向材と化粧直し用の鏡を数個設置した、女性専用バスの運行を、死した。 2006年路線名設定後、2016年4月1日時点。ことに西野線、山口団地線、ハッサム団地線、山口線、アスフー線、科学大学線、新ハッサム線、救急線、手稲線。手稲鉱山線、富岡線、西岡線、鉄北線、小樽線、手稲山線、稲積線、試験場線、富岡高台線。 北海道中央バスと共同で札幌市小樽市を結ぶ都市間バス高速小樽号を運行する。2009年12月1日現在一部停留所の未記載。このほか、札幌から小樽園に乗り入れる北海道中央バスの都市間バス各便も札幌小樽駅前までは共同運行扱いとなる。北海道中央バス単独運行の防用台経由。 新日本海フェリー連絡便と、小樽園へ乗り入れる便については、殺村線を参照。本港に記述した路線のうち、高速小樽号、80系統、試験場線を除くすべての系統を、手年営業所が担当する。それ以外の担当営業所は、以下の通り。詳細は、該当記事や公式サイトを参照。対象路線、判例。 発行会社楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。